はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット大戦 Z 煉獄編第2話をやっていきたいと思います。では次のマップへ行きましょう。連中の動きはすでに防衛ラインを突破し、この町に迫っています。あの戦線には残る戦力のほとんどをつぎ込んでいた。守る力を違う町を守る力はもう残されていない。しかしここにはまだ人が住んでいます。そんなことは言われるまでもなく分かっている。ではどうするんです？すでに覚悟は決めている。もともと勝てると思って始めた戦いじゃない。敵はその規模さえも分からない異星人の集団。正体も目的も何もかもが不明だ。対する俺たちは時空振動で寄せ集められて、まともな組織も戦力もない。これで勝てたら本当に奇跡だ。しかしどんな強大な敵だろうと、その中枢さえ撃つことができれば、俺たちがゼウスならばそんな戦い方もやれたかもな。ゼウス？話したことがなかったか。俺のいた世界に存在した独立部隊だ。世界を陰から支配しようとする連中に対して孤独な戦いを挑み勝利した戦士たちだ。僕のいた世界のゼクシスに似ていますね。彼らも少数精鋭の部隊ながら世界を救うために戦っていました。どこの世界にも救世主はいる。だったらここでは俺たちがそれになってやろうじゃないか。もっともこの世界を救うどころか、この町を救えるかも怪しいところだがな。それでもやりますよ。文字通り決死の覚悟で。ダメです。死んではダメです。おお、節子が出てきた。節子、無事だったんですね、節子さん。ですが防衛ラインは報告は聞いている。次は我々が命を懸ける番だ。その役目は私がやります。しかし、確かにお前は我々のグループのエースだ。だがたった一人では。敵は生き残った私を標的にしてきます。その間に皆さんは。大変です隊長、奴らが来ました。ち、防衛ラインを突破した勢いにそのまま来るか。急ぎましょう隊長、もう時間はありません。こいつ隊長だったのか、おっさん。くっ。第2話、乙女の祈り。あ、今回は節子がメインになるってことか。そうすると来ます。思ったより数が少ないようですが、油断するな、きっと後から本体が来る。では、ああ、やつもきっと来る。隊長、私が敵を食い止めます。その間に住民を避難させてください。てかこっちなんか変な機体に乗ってんな。節子、隊長、節子さんならきっと大丈夫ですよね。節子さんなら誰が相手だろうと、どれだけ敵が来ようと負けませんよね。節子の乗っている機体はチューンしてあるとはいえ、所詮は整備も不十分なエイクロスだ。あいつの腕が超一流でも限度がある。そんな、それじゃあ節子さんは。すまん節子、俺は。私も死ぬつもりはありません。生きてまた会いましょう。節子さん、わかった、頼んだぞ節子。機動部隊は先行して避難民を誘導しろ。いいか、全員を救うぞ。やってみせる。敵は町に向かう機体とこちらを狙う機体に分かれている。住民の避難が完了するまでは絶対に町には入れさせない。なるほど、うわ結構広いな防衛ラインが。4ターン以内のクリアか。集中は2回使える。とりあえず最初のターンは、うこの距離じゃ攻撃できないの。プラズマブレード1から2。チーフ、トビ、きっとあなたたちもどこかで戦っているんでしょうね。私も戦います。バルゴラがなくてもこの胸にグローリースターの誇りがある限り。てかバルゴラどこ行ったの。しょぼそうな機体だなこれまた。どんな機体でも扱ってみせる。落とす。おお、クリティカルが出ればなんとか一撃か。
狙ってくるやつは反撃で倒しましょう。プラズマランチャー。避けてるだけじゃ戦いには勝てない。機体の中心を外さない。ちょうどサングライフで見た感じなんだけど、名前はかっこいいけど。お、ブサゲット、プラズマランチャーフルバーストか。これは強そうだ。少しは軌道が読めるようになってきた。これが今の私のやるべきことです。プラズマランチャー展開。これならクリティカルでなくても一撃で倒せますね。さすがは節子さんです。このままいけば。だが奴が来たら、奴さえいなければ我々もここまで追い詰められることは。敵増援来ます。おー、なんか新しい奴がいる。粘るな節子。大原ギルターベローネ、奴さえいなければ。来て早々だが、貴様には降伏を勧告する。私がそれを受けると思っているのですか。ではその気にさせてやろう。これを見るがいい。あれはうちの子です。さっきからずっと探していたんですが、事前に手を回しておいた。こんなこともあろうかとな。私にしては古典的な手法だが、貴様のような人間には効果は絶大だろう。汚いぞ、人質を取るなんて人間のやることか。まただ、まだ奴の卑怯な手に俺たちは。そう焦るな。私はこの少年を無傷で返していいと考えている。それどころか、あの町の住民どもと薄汚いレジスタンスを見逃してもいいつさえな。ふふ、節子大原、自分の立場が分かっているようだな。そうだ、そのすべてを願え叶えたくば私のもとへ来い。迷う必要はなかろう。それとも時間稼ぎをするつもりかな。ではすぐに答えを出させるようにしてやろう。ひー、やめてー。何、どこからの攻撃だ。敵はひるんでいる。今だ。くう、腕が。隊長、人質は奪還しました。お母さん。ああ、よくご無事で。よくご無事でとか、めっちゃ丁寧語になっちゃったよ。おのれ、よくも私の作戦の邪魔をしてくれたな。あなたは。我々は君の味方だよ、悲しみの乙女。え、君の言いたいこともわかる。だが今は目の前の状況を切り抜けよう。覚えていろよ、節子原。そして私の邪魔をした者、各機は攻撃を開始しろ。この私に歯向かう者には死の制裁を与えるのだ。あいつは逃げんのか。ギルターは引いたか。隊長、残る敵は私が追撃します。今のうちに離脱を。分かった、頼んだぞ節子。さあ行こう、悲しみの乙女。彼らを守るためにも。はい。ここちょっと敵が多いな。集中かけよう。この星もサイデリアルに抵抗を続ける者が会議。我々の戦いは孤独ではない。力を結集すればきっと戦っていけるはずだ。倒せない。マジでこいつはまだ侵入はされないな。集中。これは弾数か。なんだろう、このアンゲロイから放たれる嫌な感じは。まだ大丈夫だな。え、てか上の敵大丈夫？大丈夫そうだな。
フォルディングスマッシュはしか使えないんだけど、彼らもジェミニスと同じということか。同じってどういうこと？これ結構きつくね？大丈夫？まあ、こいつは倒して、当たった。でこいつらは上に行かないとちょっとまずそうだな。援護入れよっかな、どうせだから。こいつヒット&ウェイとか全然持ってないし。わあ、こいつが侵入されるな。こいつはとりあえず大丈夫。うわあ、足らない。プラズマブレードごときで倒せんのか。倒せた。とりあえず壁を作りつつ、いやーどうしようかな。確実に行くか。オッケー、終わったか。町の住人の避難も完了したようです。では第二陣が来る前に我々も交代しよう。待ってください。何かな。助けていただいたことは感謝しています。ですが人質の少年がいるのに敵を撃ったことを言いたいんだね。はい、君の気持ちもわかる。だが私は少年を傷つけない絶対の自信があったからあのような行動を取った。事実彼は無傷であったし、君もあれを契機に危機を脱出することができた。お二人ともここでこうしているのは危険です。交代しましょう。ブルーの言う通りだ。行こう悲しみの乙女。はい、まあ結果が良ければいいじゃんみたいな。改めて自己紹介をしよう。私の名はアドベント。こちらは部下のブルーだ。よろしくお願いします。節子小原です。助けていただいてありがとうございます。会えて嬉しいよ悲しみの乙女。私をその名で呼ぶということは君の推測通りだ。私もスフィアに見入られた者の一人だよ。あなたもスフィアリアクターなのですか。その前に聞かせてほしい。君のスフィア悲しみの乙女が搭載された機体はどこに。バルゴラは時空振動に巻き込まれた時にはぐれてしまったのです。そうか。だが案ずることはない節子。きっとこれからの旅で君は君の愛する機体とまた出会うだろう。旅ですか。そうだ、サイデリアルを打倒するため、そして人類の未来のため。君は私と共に来るんだ。はい、というところで第2話乙女の祈り終了ですね。とりあえず節子が仲間にはなりましたけれども、バルゴラを持ってない、なんか普通のしょぼい機体なんで、こいつ鍛えた方がいいのかなっていうところはありますけれども、ではここで第2話は終了したいと思います。